がいいんですか、ディシェードは。ケン君が作る曲のサウンド、最初見た時どんな感じだったの？もう釘付けボーイの再来みたいな感じのところだよね。どちらから来たんですか？広島から。まさにディシェードの地元じゃないですか。そうですね、もうずっと1年半か2年ぐらい前からなんですけど、会いたんでいいですか？すいません。翌日のメジャーデビューが決定しているディシェード、彼らにとってこの日のライブはインディーズ最後のステージ。超満員の会場はラストの緊張感とメジャーへの期待、そして熱気に包まれています。お疲れ様でした。とともに頑張りましょう。乾杯。ライブ終了後の会場ではメジャーデビューへ向け壮行会が行われました。賑やかなパーティームードの中、黙々と片付けをしている男性が一人。彼はディシェードの広島アマチュア時代を支えたライブマスターの中井さん。この中井さんこそ彼らを見出し育てた、バンドにとっては親のような存在。お願いした。お願いします。おお、恥ずかしいの、俺もサインもらうの。俺いや、松井もいや、普通のサインで。正直言ってここまで来ると思ってました？思ってなかったですよ。ついこの間まで広島在住で活動してたんで、すごい嬉しい反面、やっぱりなんか寂しいっていう気持ちもあるのかなと思ったんですけど。プロの世界ってやっぱ厳しいじゃないですか。やっぱりプロのことはプロの人に任すということで、これからが本当始まりじゃないですか。ディシェード、3年前高校の同級生が集まり結成。広島で圧倒的な支持を受け、全国ツアーを展開するまでに成長。そしてついにメジャーデビュー決定。マネージメントは中井さんから業界大手の田辺エージェンシーへと移りました。そもそもですね、そのディシェードを面倒見ていこうと思ったきっかけは、まあ、情報というか、かなりいいバンドが広島にいるぞという話をいただきまして、まあ、早速現地に確認をしに行ったところ、これはいけるっていう。じゃあディシェードを売り出すために、はい、結構お金は使ってるぞと。使ってますね。少なくとも通常、こういった形でデビューしていくバンドの3倍か4倍。例えばプロモーションビデオ1つ撮った場合に、はい、大体今回はおいくらぐらいかかったんですか？600万から700万というふうな話は聞いておりますが、普通はですね、まあそのクオリティにはよるんですけど、200万円とか、まあ、ないところでは50万円で作ったりとか。やっぱり大きな投資ですよね、これは間違いないです。彼らを売り込むのは所属事務所だけではありません。レコード会社の営業マンも足を棒のようにしてレコード店を必死で回ります。もう何店舗ぐらい回ってらっしゃるんですか？だいたい、まあ、5000店ぐらいですかね。5000店、全部自分の足で行くわけですよね。まあ、各地にセールスマンいますんで、5000店っていうのは他にもやっぱ多いんですか？まあ、多いですね。まあ、通常その半分ぐらいじゃないですかね。ディシェードの所属レコード会社ポリドールに来ています。こちら入り口入りますと、ご覧のようにですね、ディシェードのプロモーションビデオが流れているんですね。そして受付にはさりげなくディシェードの宣伝も兼ねながら、そしてこちら反町隆史さんに負けないぐらいの勢いでちゃんとポスターも飾られているんですね。もうかなり力入ってるって感じですよね。頑張って売り込み作戦してるようですね。はい、頑張ってます。実際にはどんなことしてらっしゃるんですか？ですね、まずですね、デビュー前、去年ぐらいからこういう、まあ、ありますね、いろいろ音楽専門誌、ほとんど若いのが読むような、はい、ほとんど全部で売っちゃいました。大体どのぐらいですか？40種ぐらいかな。 CM も今すごいじゃないですか。ディシェードメジャーデビュー決定。全国で300本弱くらいかなと。300本、それもまた桁外れの数字なんでしょ？まあ多い方だと思います。渋谷のそのジャックイベントも、発売日というかデビュー日にイベントやったんですけど、はいはい、約20年こう、まあ、仕事してるんですけど、新人のデビューでも初めてです。大体お金はいくらぐらいかかったんですか？概算でですね、3500万ぐらいと。はい、3500万、もっとかかってるか。まあ
ね、そうですね、直接費で3500万と。じゃあそういう意味では今回ディセイドがデビューするにあたって、はい、広告宣伝費はズバリいくらですか、はい、通常の 4,5 倍というふうに答えしようと思ったんですけど、まあ、はい、どうしても聞きたい、はい、ですね、約まあ億単位と2億。なんでわかるんですか。ちょいかけるぐらい。3億いや、ちょっとかけるぐらいです。2億弱という。もう一声。いや2億弱そんな煽らないで。強力な宣伝の甲斐あってデビュー曲の Believe はオリコン初登場で堂々の16位にランクイン。ついこの間デビューシングルが出たばかりなのにもう次に出す曲をこちらでレコーディングしているんですね。次の2枚目 そのシングルレコードに関してはあまた多くの世の中の人たちに聴いていただける、見ていただけるようなタイアップというものを今交渉中ですので、一番大きな形で、決められていくとは思うんですけどね。デビューシングルオリコンの結果がついに出ましたけども、皆さんいかがでございましょう。この結果については。16位ってすごい。一番喜んだ人は誰なのかなと思って。事務所やレコード会社の方々がもうとにかく頑張ってくれてますよね。そうですね、うん、もうこんなにもスタッフの人とかが関わってきたら、うんうん、もう自分たちだけのバンドじゃないっていうか、うん、営業というかパブリシティでいくら使ったかご存知です。1000万ぐらいです。ここまでお金をかける必要性ってのあるんですか。ですね。ただもういろんな雑誌で売って届かすためにはある程度そのくらい、まあ、変な話思い切った投資をしないと。いいものは売れるだろうって思うとはまた別なんですか。それは違うと思いますね、はい、やっぱある程度宣伝しないとダメってことですか。はい、そう思います。ちょっとかけすぎちゃったかなっていう。まあ、なんとか、いけると思います。